どうもこんにちは。ブンスティーブンこと岩下スティーブンです。爆上げ戦隊ブンブンジャー、毎週日曜朝9時30分から放送中。よろしくお願いします。よし、無関係の人間ながらしっかり告知をしたところで、今回はこちらとこちらと、あとこちらとこちら、ブンブンジャーのおもちゃが新しく4つ出てきたんで、もう一気にこちら紹介していきましょう。僕はこれ単品で買ってきたんだけど、この2台がワンセットになってるって、あのセット販売もありましたね。ただ僕割とこの箱取っとく方なんで、後々どっかにしまうこと考えたら、まあ細々としていた方が何かと便利かなと思って、セットじゃなくて単品で買っています。そう、あんま気にしてなかったけど、セットの方がちょっとなんか安かったりすんのかな。そんな中で今回紹介するのはブンブンショベルとブンブンドーザー、まあ、重機系かな。そしてさらにこちらですね、ブンブンパトカーの1と2。パトカーはなんか1、2っていう風にナンバリングになってんだね。こちら計4台紹介していきましょう。なんかこの時点でサムネっぽいな。よっしゃ、まずは重機系の2つから。ショベルはロボの顔になるんですね。ブンブンジャーロボは結構頻繁に顔が変わるっぽい。あとはアタックモードに変形からの頭部に変形。で、横の方はあのトレーラーと組み合わせて遊ぼうなと。で、逆側の方にはブンブンチェンジャーの方でも連動がある。ロボットと変身アイテム両方でこの連動があるのがいいんだよな。だからこの収集系のアイテムも思わず買っちゃう。チェンジャーとも連動するし、ブンブントレーラーを使って瞬間変形。いろんな楽しみ方ができるブンブンカーシリーズ。ほんじゃ中身を見ていきましょう。ずーっと、単品でそういえば初めて買ったけど、こういう入り方なんだ。段ボール固定のビニール包まれ。これサイズも程よくミニカーだから集めやすいよな。ブンブンショベル、ここのアーム、クリック稼働だ。クリックでだいたい1段階ずつ展開させれば完成。わかりやすくショベルカー型のブンブンカー。色の方も黄色でほんと重機って感じ。土をすくったりするところ側面部分が塗装されていて、運転席もちゃんとあって、キャタピラっぽい感じのタイヤ。タイヤっていうのかな。普通にコロ走行用のタイヤはついていますね。鮮やかな黄色でそこそこ塗装もされてる。肉抜きなのかわかんないけど、普通にこういう造形っぽいね。先端部分もう1、2段階上がるね。中間部分もカチカチカチと、わりかし各所柔軟に動いてはくれてるかな。で、後ろの方が黄色に塗装されていて、まあ、ここのところが頭になるんだろうね。頭部になるであろう部分が格納されてる。で、そこから見ると認識のピン。ピンの番号は15番。まあ、確認したところで意味あんのかわかんないけど。で、ショベルをブンブンチェンジャーと連動させると、よっ。ブンブンショベル、まあ普通に名前の読み上げ。なんとなくアームが駆動するっぽいような効果も入っていたかな。で、外観こんなところだからゲートに通してアタックモードにしようと思うんだけど、このまま通そうとするとショベル部分が引っかかるんで、アームのところはまあ初期状態、こう一つずつ畳んだ状態、コンパクトにまとめてからセット。ゲートを通すと、アタックモードに変形。まあ、特に何って形かはわかんないけどね。運転席というか上のパーツが跳ね上がって、格納されていた頭部パーツの方が展開。こうやって回転でビョインと出てきたんだ。ショベルのアタックモードはとりあえず形はよくわからん。続きまして、ブンブンドーザー。アタックモードに変形してからハンマーに変形。ハンマーに変形させて、ブンブンジャーロボに合体というか、まあ、持たせる。手持ちの武器になって、ブンブンジャーロボビルダー。名前もちょっと変わるというか、追加があるんだね。チェンジャーとも連動があるし、トレーラーを使ってアタックモードに瞬間変形。そんじゃ、こちらも中身を見ていきましょう。ブンブンドー。ずーっと名前の相性がいいね、君は。はい。とオレンジ色のブルドーザー、すごい全体的にだいぶ角張っている。側面部分がシルバー塗装で、なんかここら辺がガンメタっぽいね。シリンダーっぽいようなパイプっぽいような造形も入ってる。上んところはここもガンメタなんだ。色いいね。オレンジの中にこのガンメタ引き締まるわ。で、後ろのこれなんかわかんないけど、シルバー塗装になっているっぽいね。で、こっちもタイヤの方がキャタピラっぽい感じになっていて、まあ普通に回転するやつもついてる。裏面の認識ピンの方は16番。念のための番号確認。で、ドーザーもチェンジャーと連動。よっ。ショーベルと交換音同じかな？ブンブン。ドーザーってまあ別撮りの音を組み合わせたっていう感じの音声で、効果音に関しては多分ショベルと共通。そんじゃお次はゲートに通してアタックモード。瞬間変形。先端部分が跳ね上がって、なんかガンメタの硬そうなパーツが出てくる。スコップ部分でなんか土をかき分けるとかではなくても、完全にここでぶっ叩く頑丈そうな部位が出てきましたね。
というわけでショベルとドーザーをアタックモードまで持ってきたんで、お次はロボに合体させよう。まずはショベルの上の黄色いパーツを後ろの方まで展開して、今顔が見えてるけど後ろの方にひっくり返す。これで合体準備完了。ドーザーは右側のパネルを展開して、そのままパネルごとオレンジ部分を持ち上げる。キャタピラをぐるっと回転させて、オレンジのパーツをさらに向こうへ。プルスウルトラひっくり返して、下のジョイントパーツを展開させれば、これでもほぼハンマーの形になって準備完了。で、ロボ側の準備としてこのブンボットを使う時が来ましたね。顔だったり手がついているところを持ち上げつつ、シルバーのバイザーフェイスパーツを外す。で、ロボの頭部もおでこのタイヤ部分を変形前の状態、外側に展開させて、頭の後ろのところも同じように展開させといて、頭部を持ち上げてそれこそ変身前みたいな感じで収めておく。で、この内側のレールのところにブンボットのパーツを通す。こういう使い方だったんだね。これでブンブンジャーロボの方も準備完了。そしたら右肩のレールのところにショベルの黄色いここのところ、この部分もレールになってるんでひっくり返して肩に装着。で、肩に平らと書いてキャタピラの方を下ろして、畳まれてるアームのパーツを伸ばして1段階、中間部分を真下に向けて先端も完全に下方向に展開。てかこれキャタピラ部分に関してはこうなんかまっすぐな感じでいてほしいんだけど、手離すと普通にへたってっちゃうんだよね。こんなちょうどいいところで止まってくんないよ。ほら勝手に戻ってっちゃう。ちょっとした部分だけどここら辺の角度にもやっとくるね。で、上向いているカーパーツを下方向に回転。これで新しい顔にできる。で、あとは手にドーザーのハンマーを持たせれば、はい、これでブンブンジャーロボビルダーの完成です。右腕の方がだいぶ強化されたね。どでかく頑丈そうなハンマーを持っていて、肩アーマーもでっかくなってるし、ショベルもついてる。ここら辺回転もできるからね。顔も黄色く、なんかおでこのところがヘルメットっぽいね。ライト付きのヘルメットをかぶった頭部になってる。今まで顔に関してはあんまり可動がなかったんだけど、これだったらどうだろう。上方向に、無理やりだな。上を見てるっぽくできるし、あとここの上のところにも可動があるから回転させれば、あ、これ割と自然かも。顔を横に回転してるっぽくもできます。これいいね。しっかり顔が動いてる。ちょっと下方向に回転させれば顎を引いてる感じにもできる。さらにもう一段階外側にね、結構横向いてるわ。頭動くのって可動的に結構でっかいね。続きまして、パトカー系の2つ。まずはこっちのブンブンパトカー1。パトカーもアタックモード、アタックモードはすごいなんか分かりやすいな。先端がトゲトゲしていて武器っぽい形になりつつ、頭部に変形。ブンブンジャーロボと合体で、これどこに、あ、後ろについてんのかな？パトカーが顔になる。おなじみのチェンジャー連動とトレーラーで瞬間変形。春の交通安全週間も始まりましたからね。運転する人はいろいろ気をつけましょう。ブンブンパトカー1。もう色も形も分かりやすくパトカー。でもちょっとなんか未来的な形でスタイリッシュさがあるね。メカメカしく分割もされつつなんかスタイリッシュ。上のパトランプの方もメタリックレッドにメタリックブルー。これパトカーの種類的に日本のもんじゃないね。日本だったらパトランプに関しては赤一色だから。どっちかって言ったらアメリカンポリスだね。アメパトはまさにこういうカラーリングだから。先端部分もシルバー塗装になってる。ブンブンカー割と塗装入ってるよな。後ろのところも真っ赤っか。テールランプ的なところが赤い塗装かっこよ。後ろのところもメカメカしいな。通常のタイヤもしっかりついていて、ひっくり返すと裏目はここの真ん中のところにもなんか小さいタイヤがついてるんだ。で、認識ピンの番号は13番。そんじゃパトカーもチェンジャー連動よっ。ブンブンパトカー1でサイレンの音。そりゃあもうサイレンに決まってるよね。象徴的な音があると分かりやすくていいな。さあ、そしてトレーラーにセットして瞬間変形。前面部分が完全にパカッと開いた。トレーラーと似たような形になったな。開いたら中からシルバー塗装されたトゲトゲが出てくる。アメリカンポリスだけにメリケンサックかな。展開した内部も結構細かく造形されてるね。さあ、続きまして、ブンブンパトカー2。アタックモードに変形してからの二丁拳銃に変形。分割と変形して銃型の武器になる。ブンブンジャーロボに持たせる。でっかい銃型の武器ね。パトカー1と組み合わせることで、ブンブンジャーロボポリス。
プロポリスみたいな響き。もう説明不要、チェンジャー連動とトレーラーのゲートに通して瞬間変形。今回ラスト見ていきましょう。ブンブンパトカー2。こちらはだいぶ角張っているね。パトカー、これもパトカーなのか、なんかどっかの国のもんなのか、なんか護送車にも見えるな。犯人たちをたくさん詰め込んで運べそう。角張った紫色の車体でホワイトカラーが入っている。ランプの方は両方とも赤色。うわ、細かセンターのちょっとしたところも塗装されてる。リベットっぽいのがついていて、すごいなんか堅牢な見た目。ワゴンと同じで上のところにレールがついてる。後ろの方はこっちもあの赤いところが塗装、細かく塗装が入ってるね。もうこういうゴツゴツした感じも好きだわ。タイヤに関しては回転があって共通のもの。ひっくり返したこっちは真ん中部分特にないんだ。で、認識のピンに関しては14番。多分ほぼ同じなんだろうけど、チェンジャー連動1か2かの違い。うん、やっぱりサイレン。パトカー2ってなんかちょっと上がる感じがいいね。さあ、そしてトレーラーに通して、結構でっかいなこれ。瞬間変形、全体ではなくて局所的な変化。先端部分が展開して銃口がお目見え。これもなんか腕につけてアームガン的な感じにできるかな。よ、それじゃもうブンブンジャーロボの方も準備万端だね。アタックモードにしたパトカー2つを合体させよう。まずパトカー1はこのアタックモードの状態下のこのパトランプのすぐ近くにあるこれ。ここのところが顔パーツになってるから持ち上げて展開。顔ができたらここの危なげなトゲパーツの方も下に下ろすと帽子になる。これでパトカー1の準備は完了。で、パトカー2に関しては左右の分割ではなくて上下分割なんだね。てっきり真ん中で割れると思ってたけど、まあ普通にここのところにレールあるもんね。上下にセパレートして、フロント部分を回転させて形を合わせる。後ろのところにジョイントがついてるから爪を引っ掛けて展開。これで一丁完成。逆も同じく回転で形を合わせて、後ろのジョイントを引き出すだけでもう一丁上がり。上下セパレートと回転っていう変形が面白いな。で、ロボの準備に関してはさっきのビルダーと大体同じでいいんだけど、こっちではブンボットのパーツを使わないから外しておく。隙間が空いて見えてる中のレールのところにパトカー1をセット。これで新しい顔になれた。もうあとは両手に二丁拳銃を持たせれば、はい、ブンブンジャーロボポリスの完成です。二丁拳銃の警察型ロボ。顔の方もだいぶアメリカンだよな。赤と青のパトランプが左右に来ていて、おでこには鋭いトゲだったりトゲ付きの帽子をつけてる。こういうトゲトゲついてる帽子ってなんとなく悪徳警官のイメージだけどね。これで頭突きされたら痛いだろうな。口元の方もシルバーになってんのがかっこいいわ。トゲトゲしい見た目結構好きだわ。肩頭の上の方にもなんかパーツが広がってるからボリュームもある。そして二丁拳銃ロマン武器だよな。外側のところ何の模様かわかんないけど金の塗装が入ってる。逆側にも入っていて、なんだかわかんないけど、まあなんとなくかっこいいかな。まあまあアメリカンスタイルなロボポリス。で、せっかくだからちょっと違う装備。ショベルとドーザーを腕につける。ドーザーではここのハンマー部分を使って殴ることができるし、ショベルはちょっとリーチを伸ばすこともできる。あ、でもリーチ伸ばすんだったらここのキャタピラ部分じゃなくて、黄色い方をつけた方がより伸びるか。ちょっとヒョロヒョロしてあんまり強そうには見えないけど、一応リーチは伸ばせますね。あとは2つのパトカーも腕に装備。パトカー1はここのトゲトゲのところで攻撃。2の方は腕から2発ずつ射撃。こういう使い方も多分できるはず。あとは持たずに腕に1丁ずつ装備して、なおかつドーザー型のハンマーも持たせる。遠近両用どっちもどんとこい。こういうのもいけんのかなって考えながら遊ぶの楽しいね。今回紹介したもの全部乗せもできる。パトカー2がなんかいい感じの肩アーマーになったわ。今のところ上半身にしかつけてないけど、これ足のところにもジョイントがあるからね。体の至るところに装備して楽しめる。公式 LINE もよろしくね。はい、というわけで今回は一気に新しいブンブンカーが4つ登場ってことで、ショベル、ドーザー、パトカー1、パトカー2の紹介でしたが、いかがだったでしょうか。小さいながらそれぞれしっかり塗装も入ってるし、殺走行なんかも可能で、デザインだったりカラーリング的にもそれぞれ普通にかっこいい。ブンブンチェンジャーと連動して音も聞ける。トレーラーのゲートに通せば瞬間変形。さらにロボとの合体もできる。ある程度ハンマーだったり二丁拳銃だったり頭部だったり特定の場所につけることによって、ブンブンロボビルダーだったりロボポリスだったり、ロボとしても別バージョンできるし、その通りにつけずに全然好きなところに装備もできるんで、遊びとしてはなかなかバリエーションが豊富だと思いますね。なんやかんやで収集系のアイテムに手出してるけど、サイズ的にはそんな別にでっかくはないからね。なんやかんやで一通り集めそうだな俺。もう若干未来は見えてる気がするけど、まあ、適度に集めていこうかなと思います。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。